西岡、解説は堀池匠さんでお送りいたします。堀池さん、よろしくお願いします。はい、それではやっていきたいと思います。では今日の試合に参りましょう。親善試合ですね。本日の試合は、マンチェスターユナイテッド対アストンビラという試合になってます。アンゲル・ディマリア、いいトラップ、PK、ラッキー PK、 クエナリ PK です。 PK です。そしてイエローカード、 PK もイエローも仕方ないですね。モードはですね、ワールドですね、ワールドクラスです。あのレジェンドだとね、勝てないんですよね、下手なんで、ぶぬし。さあ、左に蹴ろうかな。センターだった。PK が本当難しい。まあ、1点取っちゃえばこっちのもんかな。ルーニーが苦手のピーク、とにかく点が取れないんで。さあ、キックオフ。試合はマンチェスターユナイテッドがリードしています。ウェイ・ルーニー、ここはボールを守りたいところ。バイタルにね、行き過ぎなんだよ、ね、狙っていった。おわい、すごいスピード、今のエンゾビア。アストンビラもね、いいチームですよね。サイドが悪ね。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。スローインに変わります。ミスパスがありました。スローインでの再開になります。ディマリアが行きます。ディマリア選手を、ルークショー、オッケー、ルークショー抜いた。速いボール、速いボールには突っ込まないと。取れそうだけどね、いいプレス。ユナイテッドのスローインで再開です。ここにバレンシアがいます。それ無理ちゃうがあるよ。マンチェスターユナイテッドにとって最高のシーズンといえば、もちろん三冠も達成したシーズンでしょう。プレミアリーグ、 FA カップ、さらにはチャンピオンズリーグも制覇しました。バイエルミュンヘンが1対0で勝利を収める寸前、運命の数分間で2対1にひっくり返したんですね。いい自分でシュート、誰も相展開予想、シュート入らないのか。決めたかった。枠にも行かないのかな。今の左足で蹴るからちょっと厳しいのかな。蹴り込んで右引きだとね、巻いてファーサイドとか入れそうだと。三冠達成のシーズンといえば、やはりチャンピオンズリーグ決勝の素晴らしい試合が思い出されますが、他の試合でも見事な戦いを見せていましたね。あれ、取られてる、ね、切っちゃった、この年の彼らはセンターバック前に出た、戻れルーニー、戻れ。特にリーグ戦とチャンピオンズリーグの両方で優勝するのは厳しいと思っていました。2つの優勝を目指して戦い続けるのはとても大変なことです。ですから大方の予想と同じくチャンピオンズリーグ勝てないだろうと考えていました。結構スペースがある。優勝目前だったバイエルミュンヘンを逆転した、あの夜は本当に、ね、あんまり足が速くないのかな、ヤルザイって。あっと、こぼれた、クロスを出した、ディフェンダーがダッシュしました。セカンドボール取れない、精度を欠きましたね。フェライに足が遅い、スペースありすぎ、1対1、まずい。アグボンラホールです。そのまま返します。まずい、決まるか。危ねえ危ねえ、ギリギリだった。まあ、いった。ああ、そのケアレスミスは、こんなにいるんだから防いでくれ。落ち着いています。ルーニーがプレーに絡んでくる。 OK、 ここにはキャリック、当てて。ファンペルシーがね、やっぱちょっとな。フライン、あのスピードがなくなっちゃいましたね。パスが華麗に繋がります。ダメだった、ディマリアに出すと見せかけて中入るっていう作戦だったんで。ああ、相手にパスしてた。
スピードがないんだこのマンチェスター・ユナイテッドのチームは。みんな味方のサポートも来る。入るか。このボールはどちらが取るか。危ない。ここは押し出します。 OK 勝った。いや突っ込んじゃった。サイドからの精一杯なんだけど、ボール取りたい。サンチェス、これ出るだろ。タッチを割ります。カウンターにしよう。ユナイテッドのスローインです。ペライにイエロー。ん？誰？今のファールにカードが出されます。いつのファールだ。カウンター。マルアン・フェライニー。ウェイン・ルーニー。ショー。ルーニー。見え見えだったな。サンチェス、ボールを奪いに来ました。マジですか今の。エンゾグビア、シュート。危ねえ。シュート。それは思わせよ。今のもう2点ぐらい入ってもおかしくない。決めなくてはいけないシュートでした。でアストンビラだから助かったって感じで。ああひどい。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半の45分が終了しました。3点ぐらい取らないとね。 PK による得点がありましたが、あのシーンはいかがでしたか。フォーメーションがね変えてみようかな。あのシーンにボールを取りに行った選手は詰められないでしょう。あのプレーが影響してエリア内でのディフェンスが消極的にならないといいですかね。4-4にしてディマリアじゃねえ、ディマファンペルシーと、これで行こうか。フェラーニ、キャリック、よし。 4-4 だ。2トップだからまだ攻めやすいな。ファンペルシーのねコンディションが良くないんで、やっぱりゲームはどうだか分かんないんですけど、リアルだと本当ボール取られちゃうんで。オフサイド、オフサイド。よく見えています。いいパスだ。どうだ。ボールは大きくクリアされました。オフサイド。ギリギリだよね。今回はオフサイドになりましたけど、これはディフェンダーにはプレッシャーになるでしょうね。なんそこ当たんの。中盤でボールをカットしました。いいパスだ。打った。さすがデヘア。ボールがこぼれています。また弾いた。さすがデヘア。ひどい試合。これはスペースいける。ルーニーなら追いつく。ナイス。ルーニーもう一回オフサイドトラップ、ライン上げて、サイド出さ、よし、いいとこ取った。走れ走れ。さあこれはルーニーです。おっしゃー。振り抜いた。ボールがこぼれました。うっそ。取れる。ナイス。クソファール。ベライニっぽいイエロー出ちゃうから。出るんかイエロー。ポケットからイエローカードを提示します。今のはちょっとでもひどかった、ね。確かに。ボールないところで膝蹴ったから、結果的にイエローかな。スペースにいいボール出すな。いいね、ディマリア。PK もらいたい。シュート。なに。しっかりポゼッションしたいよね。ルーニー。サポートの選手も寄ってきた。さあ高額プレイヤー、ルクショー。フリー。オーケー。これ楽勝だった。ゴールです。フリーだから。さらに追加点。もうどうやっても止まりません。相手に前入られたけどよく点取れたね。フェラーニ変えようかな。
75分ぐらいで変えた方がいいかな。イエローもらってほしい。アグボンナホールが出てきます。すごいね、ルーニーここまで戻って右へフォローが来る。アストンビラのスローイン、サブの選手がピッチに向かいます。サンチェス、オッケー。あー惜しい、今出せればうまく使います。ボールを取った、サンチェス、ルーニー。さあこれはルーニーです。どうも球のスピードが遅いんだよね。いい縦ワンツー、エンゾグビア、ちょっとボランチに今釣り出された。これやばい、ディレイ、リトリートして、リトリートして、バイタル、バイタル、危ない、オッケー、ラインちょっと上げて、よっしゃー、これは点取りたい。どう、あ、怪我してる。見る、狙っていった、ファンペルシー怪我してる、選手変えよう。ディマリア、じゃファンペルシーと、またフェライニとフレッチャー。このコーナーからのチャンスをユナイテッドは生かしていきたい。ファー、大きめ、あ、センターいっちゃった。クリス・モーリング、うん、スモーリング頑張りましたが届かず。もうちょっとだったんですけどね。頭でつなぎます。ボールを持って中に入る。いやー今のなんであんな相手のね、アストンビラのラインがすごいぐちゃぐちゃだった。あんなことめったにないのに。ベント、見事なパス、いいボールを送りたい。危ね、キーパーの届く位置でした。何、危ね、デヘアがもう不安定すぎるんだけど。おお、すごい、もう一人で行くか。ディフェンダーを抜いたルーニーが、惜しい、うまく届くでしょうか。このクロスは精度を欠きました。ディフェンダーにカットされます。珍しくいいカット。さあ突破しましたよ、もう前しか見えない。オッケー、ナイスシュート。このフォーメーションの方がいい気がする。決まった、ここでのゴールは勝負を決めたと言わざるを得ないでしょう。そうですね、ちょっとここからの逆転っていうのは難しいですね。完全に力の差が出たという感じですかね。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。サンチェス、アディショナルタイム5分が多いね。ほとんど何もなかったと思うんだけど。うん、まあ力の差がある相手だとなんとか勝てるか。でも前半危なかったね、2失点3失点してもおかしくなかったような気がする。完封でゲームを終えました。はい、ご視聴ありがとうございます。たまに FIFA15 もやってきますんで、よろしければご視聴いただければと思います。はい、ありがとうございます。